どこを切ってどこに放送させてるのかが分かるようにしたいと思います。切るところはね、背骨の下をここだけなのよ。ここの膜切ってるだけなのよ。この膜でフリフリするときはここ切って指入れてフリフリで、これね、まあ、今回は分かりやすいような、ここを切ってたわけ。この事故った血合い肉ね、血合い肉というところ、これ腎臓なんやけど、この腎臓を、ここの中に水が入れたかったわけ。要は、ここの中に水が入れたい。ここに膜があるから、膜の中の腎臓に水が入れたかった。この腎臓からね、ちっちゃい毛細血管にブワーってその水が広がっていくっていう原理なんやけど、ここね、だからホース当てるのもここに当ててたわけ、この腎臓に。だからおっぽから血が出ないダメとか言う人いるけど、おっぽから血出なくても全然構わないから、要は血管に入った水が膨らんだら、水が入って膨らんでパンパンになる。だからこれね、ホースがない人は直接水道にここを頭切ってもらって、直接こうボーンと突き刺してもらってもいいやわ。水道のこれが蛇口とするやんか、これホースやけどこれ蛇口ですやんか。蛇口やったらもうここにドンって入れてもらっても全然。もう一回これずつやってみて、水道これを直接ここにちょっとこれ飛ぶからかぶせるけどね、ここにガバッとかぶしてもらって、おお水が結構に入れてもらうと、蛇口になんか洗えばいいからな、それでも血抜けるからね。これで OK、 これしてるだけでも全然違うよ。次ね、もう一回分かりやすい、ね、内臓、内臓もちろん綺麗よね、引っ張り出して、ほら、この膜の中に水が入れたい。この膜の中にここから水が入れたい。で、ここの中を掃除したい。ここに水を入れるっていうことね。覚えてね。どうしたらいいかって言ったら、鱗は絶対取ったらダメよ。鱗は砂漠直前で取ってほしいんだけど、もう例えば口とかみたいに密封をして直すとかできへん人は、もうこのままナイロン袋に入れてもらって、冷蔵庫に入れてもらって、2、3日に1回水洗いしてもらって綺麗にして、まだ直す、水洗いして直す。あとはなんかスプレーの容器みたいなの買ってきて、酢がね、水が8ぐらいの割合で入れてあげて、振ってあげたら結構殺菌作用がついていい感じに保てるから、やってみて。それだけで、で食べる直前にさばいてあげる。まあ食べる直前っていうので、まあ次また説明します。でこれから次いざ食べるとなった時に、もちろん鱗取るよね。でみんな失敗するの怖がるけど、失敗したら頻度が出てくるから、食べる直前にさばいてる。まあ食べる直前っていうので、まあ次また説明します。氷入れて、塩適当、水入れていきます。
この時に舐めて排水量の低いぐらいの温度を作っといて、で使う分だけ、例えばもう今日ほとんど食べないなと思ったらもう4分の1だけ食べるとか、そういう練習もした方がいい。例えばもうこの半分しか使わないだったらこれだけタバコ、タバコはできると思う。前は身は綺麗なままやから、これを入れたい。15分後にもう一回引き上げて綺麗に拭いてあげて、冷凍庫に直して翌日食べたら美味しい。はい、15分経って引き上げて綺麗に拭いてあげるね。まず拭いてあげたら閉めます。こういうペーパーで まず皮を下にしておいて、ペーパーをこうやって重ねて、この身の部分にいっぱいペーパーが来るように重ねてあげたらいっぱい吸うからね、こういう感じで。ダブル pH マート使うときはもったいないから、ダブル pH マート使うときは使う部分だけ、またこっち側で皮を上にして、ここにね、うちの会社ないんやけどアルミホイル巻いてあげる。ラップじゃなくて、保水するんじゃなくて水出したいから、アルミホイルを巻いて熱伝導率でキュッて冷やすようにして、で冷蔵庫直してもらって翌日食べるの。ダブル pH マットがなかったらもうそのままでいいんやけど、多分すごい水出すんで、ダブル pH マットをしてたら水が戻らないんで、絶対に下に行って、もしなかったらここは多分めちゃめちゃ濡れてると思うから、この濡れてるところから腐食してくるんで、この濡れてるところを変えてあげる。それで綺麗になります。これ美味しくなります。あとこれだけ、イカも一緒、同じやり方で、もちろんイカは皮を剥がしてからね、全部やってみて。これ一回ここで鱗とかついてたら嫌やなと思ったら、ここにね洗ってあげれば取れるんです。塩水でね。ただ塩水もう一回作って、こんな風に拭いてあげて、はい。